本日のほっこりニュース。藤井聡太くん、ラノベの設定を置き去りにしてしまう。ほっこり要素は、どこ行った定期。先日、藤井聡太くんが、最年少の七冠となったことで、藤井聡太竜王から、藤井聡太竜王名人にランクアップしました。なんだろ、あかねちゃんさんみたいなネーミングやめてもらっていいですか。藤井くんが、竜王名人になってしまったことで、ライトノベル、竜王のお仕事の作者、白鳥史郎さんが、こちらのツイートをしたことで、話題となりました。18巻から、タイトルが、竜王名人のお仕事、になります。7月発売だから、まだ間に合うはず。ハッシュタグは、現実に負けたとありますね。こちら、竜王のお仕事は当初から。この主人公どこ見てんですか。現実味がない。ラノベ特有のガバガバ設定。あまりにも将棋を舐めている。竜王って響きがかっこいいから描き始めたんでしょう。それは、チクチク言葉すぎて草。そんなネット民に好き放題言われてきた竜王のお仕事ですが、小説発売後に藤井聡太くんがデビューしたことによって、藤井聡太の4文字で論破できるのパワーワードすぎる。なんかちょっとウッキウキじゃないですか。と、2018年にツイートしていたんですが、ネット民には藤井聡太出現の予言書なんではないか、などと噂されていました。安定の手のひら返しじゃねえか。そんな藤井聡太くんの予言書とも噂された、竜王のお仕事ですが、誤算がありました。その後も、藤井聡太くんの快進撃は一切止まることなく、あっけなく小説のチート設定を超えてしまったため、竜王のお仕事13巻の帯には、現実に負けるな、などと書かれてしまいました。ラノベの帯に、現実に負けるなって頭おかしくて草なんだよな。その後、竜王のお仕事の主人公はなんとか、藤井聡太くんの獲得タイトル数に追いついたものの、5ヶ月後にはまた追い抜かれてしまいました。ラノベの主人公チートをもってしても、藤井聡太くんには勝てません。もう、藤井くん、強くて、ニューゲーム説の方が、説得力あるだろ。あまりのタイトル獲得速度に、ニコニコ動画の竜王のお仕事のコメントでは、お祝いが入り乱れており、今何巻なのか判断できなくなっている模様。そんな藤井聡太くんですが、今回、ついに名人タイトルも取ってしまったということで、藤井聡太竜王名人にクラスチェンジ。竜王のお仕事では、もう現実には追いつけないということなのか。冗談でしょうが、今回の竜王名人のお仕事に繋がったんじゃないでしょうか。作者のコメントとして、頼むから弟子だけは取らないで、ということで、こちらの主人公に弟子入りした、小学3年生の愛ちゃん。キャバクラじゃあるまいし、なんで目にモザイクなんですか。これ公式なんですよ。は？公式もいろいろ頭おかしいんですけど、小説だと姉弟子もいるんですが、姉弟子は藤井聡太くんもいるということで、ロリ弟子が最後が最後の砦のようですね。藤井聡太くんですが、どうやら将棋成人だったという噂が立っており、こんな画像がありましたけども、全部写真が違うんで別人かと思いきや、やっぱり全部藤井聡太くんで、間違い探しみたいに王座戦だけ永瀬さんがいるという状況だったりします。現在、現実に負けてしまっている竜王のお仕事ですが、周りの女の子の数は勝ってるから、周りでしないから、などネット民に言われているみたいで、現実に負けても、小学生の弟子がいれば、また大丈夫、みたいな感じで慰められてましたね。ぜひ面白いんで、皆さんもアニメ見てみてください。それでは、最後にゆかりさん言いたりないことがあれば。先日、こんなバスケットボール選手を見つけたんですが、これは、あかねさんに教えてあげなきゃ、って思いました。いらない。最後までご視聴ありがとうございました。